陽の光も、神の慈悲も届かないこの場所では、なんだって起こりうる。シックシスターズに会う覚悟はいい？やっほー、ゆっくりだよ。私もいるぜ。さあ前回からの続きをやっていくよ。物語もいよいよ大詰め。隠された謎は解き明かされるのか。ゆっくり楽しんでいってね。ここで登場するのは、ヘビーサイボーグ。こいつは何のモデルなんだろうな。爪が長いけど、角がない。きっとモグラだな。さてこのヘビーサイボーグは前回より強くなっているよ。前回の行動パターンに加え、遠距離攻撃を放ってくるぜ。これが結構避けにくいんだよね。なるべく横に移動するか、距離を取らないで戦った方がいいかも。ここにはヴァンパイアも来るから、それに気を取られていると、やられてしまうよ。あと、突進攻撃もあるので、注意が必要だぜ。こいつはなかなか硬いね。ダッシュには距離に応じて、ダメージが上がるスキルがあるんだけど、シールドダッシュの距離を大きく取って、戻ってくる。そこで攻撃すると、ボーナスがついて、いいんじゃないかと今考えたぜ。この突進ってもしかしてダメージない？距離を詰めるために走ってるだけかもな。どっちにせよ近づかれたくはないから、注意しておくに越したことはないね。と言ってる間に、なんとかクリア。最後の一撃は、切ないこともない。3回ぐらいの死で済んだから、よかったぜ。最近セクシーポーズ見てないなぁ。おっと今度はエンジェルのお出ましだぜ。この機械もぶっ壊した方が世のためだね。まずは地雷の大掃除から、やっていくぜ。今回は敵の攻撃が激しいから、コアを吐き出させても、なかなか壊せないよ。無理してコアに集中すると、あっという間にやられちゃうぜ。コアを吐き出させたら、両手武器のパワーアタックで決めたいね。配置が良ければ、2、3個壊せるぜ。この空想農場は強敵オンパレード。って感じで、全体的に殺意が高いね。けど、ここまで来れたプレイヤーなら、今までの経験でなんとか突破できると思うぜ。そういえばコメントの方でも、一緒にストーリーを予想してみたり、クリアしているのに、ネタバレしなかったり、とても嬉しいです。まあ少なくともみんなこのゲームに興味がある、ってことだろうぜ。せっかくなんで一つだけネタバレしとくね。なんでだよ。エンドロールの最後、私はそういうことだったのかって、すごく驚いたよ。あ、これはストーリーについてではないぜ。何のことか気になる人は、ぜひ最後までお付き合いよろしくね。じゃあ、私からもネタバレだぜ。この後も私たちは死にまくるぜ。約束された未来だね。攻略について、話すこともないので、少し弟くんについて語っていくぜ。それと女の子についても、Steam のフォーラムで、彼の名前は何か、というスレッドが立っていたぜ。一応開発会社の見解としては、ナナシということらしい。名前がないって不便だぜ。私たちも弟くんって呼んでるしね。女の子も現段階で、名前が出てきてない。彼女の素性が明かされる時は来るのかな？弟くんは背中に、でっかく、弟、って書いてあるから、もう弟って名前でいいんじゃないかな。背中に太郎って書いてる服を着ている。太郎って人とは友達にはなれないかな。近寄りがたくはあるな。おっと、これは新機軸ね。ごめんなさい、死の迷宮との遭遇は考えてなかった。あの赤い光には触れないで、痛いから。すごく、悪人も寄せつけないかもしれないけど。この赤いバリアは触るとダメージを受けるよ。おまけに銃の弾も跳ね返すぜ。一番最初に出てきたのは、クリーク団のアジトに入ってすぐのところだったかな。二回目のマザー戦で、なぜか死んでしまうって、話をしたとき、コメントでこの壁に当たっているからって、教えてくれた人がいたぜ。こういう赤いバリアには気をつけないといけないね。今使っているボックスブレード。これってシエンドローンで持ってきてもらえないんだな。
天井落ちてるものを拾うしかないね。この武器を使うと、相手が凍るんだけど、凍結した状態は、死んでるのかって、前に話してたよな。どうやら凍結後、しばらくしたら、勝手に崩れて死ぬみたい。とどめの一撃を加えなくても大丈夫なのはありがたいぜ。武器の使用回数には制限があるからね。ここでは狭い範囲に、自爆特攻する敵が湧くから、そこにだけ注意していれば、大丈夫だと思う。意外と強弾も気にならないね。一応ダメージ判定はあるみたいだけどな。貴重なセクシーポーズだよ。ここから少し倍速で行くぜ。ホストが大量に湧いて襲ってくるよ。早いとこ死体の山を燃やして、湧き潰しをしないと、前に進めないぜ。ちょっとずつやっていくしかないんだよね。またホストの死体？ここの何かがぶっ壊れたか、仮想現実システムに深刻な異常が起きてるんだわ。どっちにしてもやばい状況ね。信号を拾える限り、兄さんが生きてるのは確かよ。行きましょう、ワンちゃん。時間がないわ。ワンワン。このホストの攻撃なんだけど、1発で 2.5 もゲージを持っていかれるぜ。油断してると、あっという間に死んじゃうよ。ここはエンジェルを壊さないと先に進めないから、少しずつ注意しながら進んでいってね。と思ったんだけど、回復ポイントってあるじゃない。あそこの回復量って、話が進むにつれて減ってない？体力の最大値が増えたからか、わからないけど、前より減っている気がするぜ。ここでは1ゲージ分しか回復しなかったよ。時間を置いたら、また回復できるけど、待つのが面倒いので、特攻していくぜ。これで進路が確保されたよ。また会ったらね。離れられない運命なのかも。あなたと私は。あたしともなー、なははは。は よく帰ったねー、虫けらさん。こうして近づかずにいると、地上の人々が現実とは思えなくなる。深い眠りにつき、その自覚もない。あなたはどう？理由があってここへ来たの？うるせえ、早くそいつと遊ばせろ。行き過ぎてしまったと思わない。人類は一線を越えてしまったと、今や手に負えなくなって。んなの静かっての。そうそう、あんたにプレゼントがあるよ。虫けらちゃん、我らが古い運命が、あんたの首をもぎ取ってやりたいって、早く見たい。我がニューボディは気に入ったか、ぐははははこいつが最後のチャンスだよ、王様、失敗は許さないからねまだあの中から謎の女性がそして蘇った王様ゴキブリ並みのしつこさだね謎の女性はシックシスターズこれについては後で説明するよ今は目の前の王様について語っていくぜおそらく王様の頭を、ヘビーサイボーグの体にくっつけたんだろうね。行動パターンは、前のヘビーサイボーグ戦と似ているぜ。体があるってどんな感じなのかな？私たちの仲間だと思っていたのに、裏切られたぜ。けどこれで王様ともお別れだね。もうよせ。俺は疲れた。こいつにそんなことを言う権利はないぜ。あんたが奴を連れてきたんだ。あんたが始末しろー。起きろっての。はい。実は王様を3回連続で倒さなければなりません。これには弟くんもにっこり。3回も倒せるからね。で、一つ思うことがあるんだぜ。
少なくともこの時、王様は自分の意志で行動できないんじゃないかって。つまりシスターズに操られているってことだね。わからないのが、いつから操られているのかってこと。ボスに反逆を企てた時点からなのか、それよりも前なのか、やっぱり復活させられた時かな。ボスを倒して権力を握りたい王様は、自らシスターズに協力していたんだろう。そういう風に考えたよ。所詮使いっ走りだったんだろうな。私たちも使いっ走りにしていたし、ヘブン社のナンバー2とは思えない扱われ方だね。もう力が残ってない。故障だ。殺してくれ。覚悟って言ったんだ。戦え、このポンコツ野郎。で、このなんかを飛ばしてくる攻撃、シールドでも防げないんだね。こいつは厄介。ダメージは小さいものの、かわしにくいからね。距離を取った時の立ち回りは、注意したいな。ああ、早くシスターズについて語りたい。この後にデータベースが解禁されるので、それまでの我慢だぜ。ああいう敵のデザイン大好き。エログロが SF と合体したような感じ。なんて言ったらいいかわからないけど、大好物だぜ。さよなら王様。こんだけ苦しめば、もういいかな。まだ足りないかもしれないけど、もう顔も見たくないので、ここで退場してもらうよ。本当に生への執着心がすごいやつだった。王様は、死んだら、ギャハハハハ。敬意を持って弔ってあげなきゃ。そんなのいるかよ。私たちが助けてやっても、奴はあの虫けらを倒せなかった。さあさあ、最高の幕引きを思いついちゃったよ。なら本当だったのね。この二人の残虐な魔女が、まずあのエンジンの真の動力源、仮想現実の支配者なのよ。あとはデータベースで読んで、今は時間がないの。兄さんはきっと近くにいる。今さら諦められない。奴らを追うしかない。さあ、ようやくご登場。今回の黒幕。一連の事件の首謀者。シスターズ。ようやく語れる時が来たね。シスターズはシャムソーセージ。シャムソーセージとは、体の一部を共有する、ソーセージのことだぜ。彼女らの場合は脳を共有していたみたい。仮想現実の最初のホストで、この空想農場の女王だぜ。断続的に流れ込んでくるデータを、吸収してより多くの知識を得てきたよ。その肥大した知性は人格を歪ませ、もう二度と元には戻らない。空想農場すべてを支配し、ホストを捨て駒のように扱っているよ。彼女らが空想農場の外に出るとき、マザーの体内に包まれて移動するぜ。つまりマザーとはシスターズの乗り物だったんだね。彼女らがなんで反逆を起こしたのか、それはまだ語られてないし、これから語られるのか。結末を見届けよう。これらのポットが人間の精気を吸い取り、仮想現実を生み出してる、シスターズに動力を供給してるの。こんな場所は吹っ飛ばしてやりましょ。これには全く同感だね。同じ境遇のホストを使い捨てにするなんて、シスターズは狂ってるぜ。悲惨な話が続いたけど、ここで癒しタイム。フーリガンちゃんが登場するぜ。ヘブン社の暗号を破ったみたい。ここでフーリガンちゃんから武器がもらえるぜ。まさかこのタイミングで助けてくれるとは。フーリガンちゃんはいい子だね。ファッションセンスはいまいちだけどな。お別れなのは寂しいけど、元気でね。さて、この先に駅舎のコインがあるぜ。取り逃していたから、別撮りの映像を流すね。ここで最後の占いをしてくれるぜ。意味がよくわからなくて、後で思い出すと、ああ、そういうことかって、理解できる占いだったね。
我々の考察のヒントにはなったな。この占いも最後に、ああ、こういうことかって、思う感じなんだろうね。これでお別れなのが少し寂しいぜ。いろいろお世話になったぜ。駅舎さん、長生きしてね。さあ、いろんな人の助けでここまで来れたよ。吐き溜めのような街だったけど、みんな持ちつ持たれつ、手助けしてくれたよな。まあ、メカニクスは女の子に、弱みを握られていたみたいだけどね。個人的に気になるのはデイジーちゃん。彼女には幸せになってほしいね。アリーナさんの店で働いているから、きっと大丈夫だぜ。クリープ団もよく尽くしてくれたよね。まさか弟くんを助けるために、ハンザック号工場まで乗り込むとは、思わなかったぜ。最高の100ハードもだったね。いろいろ思い出は尽きないけど、泣いても笑っても次回が最終回だぜ。編集しててようやく目処が立ったよ。内容についていろいろ語りたいことがあるので、次回は喋りまくるぜ。編集が大変だね。それだけ面白いゲームだったってことだな。もちろん不満点はあるよ。100% 完璧なゲームなんてないからね。けど、この会社の次回作に期待できるくらい、いいゲームだったぜ。次回褒めたたえるために、不満点をここで語っておこう。ボスのバリエーションの少なさかな。賞金首の連中のことなんだけど、近距離か遠距離で、ほとんど行動パターンが二分化されていたのが残念かな。雑魚敵のバリエーションも、もっと欲しいかも。新しい敵が出てきても、前のステージの敵の強化版って感じだったから、新鮮には少なくなってくるよね。スキルの少なさも気になるぜ。もっとプレイヤーに選択肢が欲しかったね。こんなビルドが組める。このスキルとこのスキルのシナジーが、こんな風に頭を悩ませられたら、もっと高評価でしたぜ。ストーリーに関しては、ここでは述べないでおくよ。早く語りたくてうずうずしてるんだぜ。みんなの反応も知りたいしね。考察するのも楽しみなんだよな。このシリーズを編集しているとき、一番楽しかったのが、ストーリー予測してたときだったからね。そしてラスタムさんから頼まれた、最後の賞金首の登場だぜ。弟くんのおかげで、少しは安全な街になったかもね。排水口で瞬きする、真っ赤なミラーボールはなんだ？お前のちょん切られた首だー、ギャハハハハ。コーグ、本名はオイチェ、ギョル。モンゴルの貧しい農家の生まれだぜ。どんな理由かはわからないけど、突き押して、ショットガンを手に取ったらしい。煉獄シティでも凶悪に分類されるぜ。こいつ相手に一回も死ななかったから、あまり行動パターンがわかってないよ。持っている銃はおそらく XAR。旧ロシア共和国の技術者が、開発した世界初の手持ちレーザー。2050年代中頃の話だぜ。ロシア連邦からロシア共和国に変わり、さらに崩壊して、今はどうなっているのだろう。これは武器のデータベースで読めることだぜ。もう一つ面白い話があったんだけど、弟くんのデフォルトの銃ガルイナー。これは煉獄シティの中心街にいる、天才的な技術者によって、作られたものだぜ。借金の方にヘブン社を恨む人物の手に渡り、弟くんはヘブン社でこれを手に入れた。技術者ってのがメカニクスで、女の子が握ってた弱みって、もしかしてこの銃のことじゃないかって思ったぜ。まあ、根拠はなく推測なんだけどね。ほとんど触れられなかった哀れな工具。地味なやつだったね。何にせよ、これで賞金首の依頼は達成だぜ。さあ、ついにここまで来たね。長いようで短かったぜ。次回最終回。物語の謎が明らかになる。では、またね。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。ご意見等あれば、気軽にコメントしていってね。では、次回まで、ゆっくりしていってね。